ラーマ三世は、チャクリー王朝の、第三代のシャム国王。ナンクラオや、チェイサダーボーディンの名で呼ばれる。新思考は、帝福、大南誠六は、砂王式朝と呼ばれる。五十バーツ紙幣の裏面に肖像が使用されている。印象ラーマ一世の統治家、その初孫として、万国の王宮に生まれた。名はタップ。父親は、イッサラスントーン王子で、 母親はリアムである。物心つく頃から祖父と父親に戦場に連れられており、帝王学などはこの中で身につけていったと考えられている。ラウマ一世が崩御し、父親のイッサラスントーンが大いにつくと、タークシンの息子であるカサットラーヌチット王子が反乱を起こした。この時、タップ王子はカサットラーヌチット王子を討伐する役を与えられ、成功した。この時、 クロム・ムアン・チェイサダー・ボーディンという冠名を得た。37歳の時に、ラーマ2世は重病にかかって死去した。大井継承権は、モンクッド王子にあったが、モンクッドは僧侶であり、学問に没頭していた。一方でタップは、多くの高官庁での勤務を経験しており、ラーマ2世の晩年には事実上、王・ツトムを代行していた。このことから、大井継承に関して、 王宮内で一見が分かれたが、投票が行われ、タップが王位を継承することとなった。即位に際して、ラーマ3世はそれまで、ラーマ1世を最初の知性様、ラーマ2世を中期の知性様と呼んでいたのを廃止し、それぞれに、プッタヨートファーチュラーローク、プッタルートラーナパーライという死亡を送った。これは、ラーマ3世が最後の知性様と呼ばれる恐れがあったためである。 当時はこのようなことには役があると考えられていた。即位の後に与えられた儀式的な名前は以下の通りである。即位の後、新長はタップをラーマ二世の正式な相続者として承認したが、タークシンの血を引く跡取りであると勘違いしていたため、その新書では帝服と表記されていた。ラーマ三世は十七年間の在位の間に、 耐震貿易で莫大な利益を収めていた。この利益を赤い袋に入れて信所に保管した。このお金は赤袋の金と呼ばれ、ラーマ三世は外国から攻撃され、領土を失った場合、これで買い戻すとしてこの赤袋を大切にした。一方で軍備の増強にも力を入れた。当時はビルマのコンバウン王朝がイギリスの侵攻にあえいでいる最中であったため、この兵力を用いて、 ベトナム勢力の侵入を食い止めることは容易であった。同時に、カンボジアの西部に侵攻しその領土をものにしている。また、ラオスのビエンチャン王国では、アヌ・ウォン王がシャムに対して、反旗を翻したのでこれを討伐したりもしている。ラーマ三世は、新人深い国王,王としても知られる。仏日には、孤独のため貧困層の人民に食料を配給したり、動物を、 人間の手から解放したりした。また五十以上の寺院を建立、修繕した。不ーラーマ二世譲りの詩人で文人としても有名であり、ラーマ二世イラと共にジ、ョジシ、クンチャーンクンペーンなどの著作も行っている。また、ラーマ三世の知性には、戦乱が減ったため世の中の安定によって、インフラの整備を精力的に行うことができた。そのため、ラーマ三世までを、 着立王朝の建設期とされる。ラーマ三世は、総勢51人の子孫を残したが、その中でも男の子供であり、王族席を剥奪されなかったことでその子孫が、創設した氏族には、以下の13矢がある。ありがとうございます。